はい、どうもこんにちは、メリッサです。今回なんですけども、とある特別なオーダーを使ってリアルタイム対戦のをやっていきたいと思います。そのオーダーとはね、まあ、こちらに映ってるオーダーでございます。はい。これ皆さん何のオーダーかわかります？結構難しいんじゃない？この動画を見てる、まあ、99% の方が、まあ、このオーダーが何なのかわからずに見てると思います。はい。このオーダーが何のオーダーか正解できた人はね、本当にすごいよ。じゃあもうもったいぶらずに言っちゃいましょうか。このオーダーはね、超守備型オーダーになっております。はい。先日の生放送にてダルビッシュセレクションの飯田哲也さんをゲットすることができたので、まあ守備型オーダーを初めて取ってみようと、そういう試みでございます。で、この飯田さん S 極みにして特殊をすることによって守備 S にできるんですが、ちょっと今回は飯田さんね、ちょっと超2なんで、トツコーチを3枚使いたいと思います。はい。いや、まさかこのメリッサが超2で使うわけないでしょということで、トツコーチ0枚になります。はい。ちょっと待って、録画できてる？大丈夫？あ、いけてるね。オッケーオッケーオッケー。さあ、飯田さんを極めにします。まあ、趣味 S じゃないと、やっぱりこのオーダーはね。はい、飯田さん、特殊は後でやります。はい、オッケー、調合。いや、ごめん、やっぱ今やるわ。趣味 S になるまでちょっととりあえず特殊するか。さあ、1回目、これ1回目で決まってくれたら相当楽なんですけどね。メインポジション、うわ、補給か。補給はでもなしではないな。さあ、2回目のをやっていきたいと思います。この飯田さんは1回メインポジションが上がればいいだけなんで、まあ楽ですよね、特殊。うわ、肩はいらないよ、肩は。さあ、3回目、結構 A ランクとか豪華に使ってるよ、頼むよ。決まって。うわ、サブマージンいらない。さあ、4回目のやっていきたいと思います。まあ確率は4分の1ですね。4分の1引いてくれ。まあ最低補給、補給来い。あ、補給来ちゃった。いや、補給来ちゃった。いや、頼む。3分の1だった、補給消えたんで。頼む、メイン来い、メイン。団長の方もいいよ。うわ、スローヘッド本当にいらない。ちょっとあんだけガチャ引いてんのにさ、ボックスからランク B ランク A ランクいなくなるって。頼む、来い。いや、肩本当にマジいらない。いや、特殊ってこんなしんどかったっけ。まだ動画の本題入ってないんだけど、頼む。うわ、もう終わった。もう最後まで、最後まで残ったんですけど、メインポジション、ちょっと待って、こんなことある？メインポジション確定で上がるんですけど、もう最悪だよ。いやー、もうやっとセンターエースだよ。どんだけ運悪いんだよ。うわー、まあまあいいか。ということで、飯田さんのセンターエース完成でございます。まさかこんなことになるとは。いや、よかった、動画撮っといて。話を戻しまして、飯田さんを含めるとですね、守備適性 S の選手、僕自身6人目の獲得になります。その6人誰かと言いますと、まあ一郎2種類 WBC とオリックスで、菊池さん、古田さん、新庄さんで、今回の飯田さん。あと源田も S か。源田も S なんで、ちょっと待って、源田も S なんよ。うん、そうそう、源田も S なんでね、守備適性 S の選手、僕コンプリートしております。いや、ありがとうございます。これはね、プロスピ YouTuber として、まあ非常に誇らしいことかなと思っております。はい。僕が組める守備型オーダー、これがねベストオーダーなんですけども、今回はちょっとコンセプトを変えてですね、外野全員 S 適性を持ってる選手でいきたいと思います。まあ、この新庄選手センター S なんですけども、まあどうしても飯田選手とポジションが被ってしまうと、まあ今回は、新庄さんにレフトに入ってもらおうかなと思います。やっぱロマンあるでしょ、新庄、飯田、一郎の、外野陣。まあ田口さんもね、非常にロマンがある安定感抜群の選手なんですけども、適正 S がないと。いや、でも田口さんも強いな。うん。まあでもね、今回はこういうコンセプトでやっていきます。ピッチャーの方はですね、最近使ったダルビッシュさんや福山さん、ウィリアムスなどを使って、超守備型オーダー×ダルセレの選手というね、コンセプトでいきたいと思いますので、まあ今回も動画をね、最後まで見ていただけると嬉しいかなと思っております。ってことで、センター S の飯田哲也、出陣させていきたいと思います。さあ、ってことで、相手は犬系彼氏ですね。対戦よろしくお願いします。守備型オーダーの動画ばっか出してごめんね。ってことで、1試合目のやっていきたいと思います。いや、もう絶対俺の気づいたやん。どうも、犬系彼氏です。オッケー、飯田さん、飯田さん、ちょっと待って、警察に行ったら、飯田さんの初打席。ちょっともったいないって、ボールが甘すぎて振ってもうた。うん。いや、一郎頼む、飯田さんのケツを拭いてくれ。飯田さんのケツを。オッケー。いや、一郎もダメか。まあ、守備型オーダーなんで、バッティングはまあ二の次ではあるんですけども、まあ、せっかくならなんか大量得点取っていきたいですよね。オッケー、ミスターナイスバッティング、さすがミスタープロ野球や。あ、来ました、相手視聴者確定です。ごめんね、今日ペッパーミルスタンプじゃなくて、あ、ペッパーミル T シャツじゃなくて。さあ、4番大谷選手はセカンドゴロ。まあ大谷選手は関係ないんで。素晴らしい、これ
もうね、この円でサークルで威圧していく、これが守備型オーダーの、醍醐味でございます。でこっちの先発はダルビッシュ選手、まあ、せっかくなんでね、たくさんの、ファインプレー見ていきたいと思います。で僕が持ってる選手たちは、もう全部、各ポジションの適性が高い選手なんですよ。本当にすごくない？さあ、バットに当ててほしいな。頼む。 OK、 ショート、源田さん守備適性 S、 素晴らしい。源田さんの S めっちゃ広いですからね。守備適性、あ、守備範囲か、めっちゃ広いですからね。 OK、 さあもうダルビッシュさんかけるこの守備型オーダー無敵でしょ。 OK、 サードミスター、動きいいね。ちょっとセンターに打たせてあげたいんだけどね。センターに打たせるってまあなかなか難しいんですよね。OK、 キャッチャー古田さんもキャッチャーフライト。いや、まあまあ普通にダルさんが強いと、まあ皆さんの言いたいこともわかるんですよ。例えば、飯田さんと新庄さん逆にした方がいいんじゃないかとか。まあまあまあ、本日はね、そういう野暮なコメント、受け付けません。はい。源田の S とか嘘やろとか、そういう野暮なコメントは、もう一切返信しないので。はい。男のロマン。もう男がロマンを追い求めてる、この姿。もう男の子、こういうの好きでしょ。うわ、やばい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 。超守備型オーダーの動画、嫌いな男子。マジでゼロ人説。はい。OK! 新庄、フリッター、OK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 。相手も超守備型オーダーやってるやん。マジ？金本さんそんなプレイすんの？まあいいでしょう。オッケー、センター、飯田さん、取れる。いやー、取れないか。それ取ってくれたらねー。まあ、S だったらもうあれも取っていいんじゃないって思っちゃうんですけど、まあ、さすがにか。さすがにですね、はい。それは高望みにしすぎてます、はい。ちょっとこの試合負けるもしかして。負けるようなこと許されない。新庄、新庄、頼む、マジで、本当に負け。時間的に2試合しか取れないんだからさ、ちょっと頼むよ。ちょっと男の全身守備です。はい、 OK、 ごめんね、さよなら負けしてごめんね。さあ2試合目のやっていきたいと思います。ちょっと1試合目踏んだり蹴ったりだったんで、ここはちょっといいところ見せていきたい。さあ1番飯田選手、チャンスメーカー発動、対強打者を打ち消しましたね。素晴らしい。いや1試合目マジで面白かったな。まさか犬系彼氏と当たるとは。俺動画のハッシュタグに毎回犬系彼氏ってつけてるからね、ほんとすごいわ。うん、オッケー。うわ、ダメか。さあ飯田さんの弾道がね、低弾道なんで、まあ、バッティングの方はかなりしんどいですよね。オッケー、低弾道や。ダメです。はい、まあ飯田さんは正直守備要員になってきちゃうかなと思いますね。まあ飯田さんは正直守備要員としては素晴らしいんですけど、バッティングはちょっとね、うんって感じですね。はい。さあ2番一郎、守備型オーダーでしか使われない、残念ない。一郎もっと強くしてくれる野台で。さあ3番ミスター、サード適正唯一の A でございます。はい、まあ動画にしたことないですからね、スターは僕、うん、使うのが楽しいです。はい、初めて動画にしたんでね。さあ4番、結ばれてるの、翔平大谷ってことで、はい、大谷選手、まあ DH です。はい、OK、 まあ DH はしょうがないよね。俺も本当は大谷なんで入れたくないんだけど、まあたまたま目つぶってこれって選んだら大谷でした、 DH が。うん、目つぶったんすけどね、やべ、今日何もうまくいかない日かもしんない。適性がオアシスなんで大丈夫です。はい、でこの試合はウィリアム選手だったり福山選手を使ってやっていきたいと思います。これ引っ張ってセンターとかない？レフト取れる、新庄さん取れるっしょ。オッケー、素晴らしい、余裕があるね。いいね、今みたいな動きをまあ見せてほしいわけですよ。ファインプレーみたいな見たいな。オッケー、菊池さんはだド安定、もう菊池はド安定よ、マジでドがつくほど安定しております。はい、オッケー、ナイスボール。いや待って、ちょっと待って、ウィリアムつかの忘れてた。まあいいや、次で。普通に吉野部で投げてもうてる。オッケー、ライト、一郎。一郎、いいね。軽快だね。落下点行くまでは早いわ。さあ、こっちの攻撃でございます。いや、メリッサ史上一番打たない動画かもしんないね、今んとこ。うわ、入ってるよね。さあ、ミード打ちでちょっと長打警戒なんで。オッケー、うまいね。オッケー、オッケー、オッケー、素晴らしい、古田選手。さあ、菊池選手には代打、殿崎選手。セカンド A なんでね。まあ、守備オーダーにはふさわしい選手かなと思います。はい。オッケー。いいね、殿崎。いや、西武ドーム。似合うね。さあ、新庄さん、ここはちょっと、ロマン求めていいですか？ミート39、パワー51。相手のマー君、タイピンチ発動しております。もう逆境です。逆境だけど、ちょっと今日はロマンの動画なんで、ここでホームラン打ったら、俺のことを、褒めてください。はい。OK。うわ、惜しい。褒めてください。いけるっしょ。惜しいけど、まあ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 。いや、この能力でツーベースは嫉妬とはいえ、まあ、全然、御の字なんじゃないでしょうか。
で8番ファーストの内川選手です。でこの内川選手もプロスペシャルファーストで一番適性の高い選手なんで、まあ、僕ねあのロペス選手とか持ってるんですけど、うまい、いやーし、え、ナイス内川選手、今のライドオーバー素晴らしいね。渡口さんの能力削られんな。 OK、 うまい、いやいいね、ギアが上がってきてよ、ギアが。さあ飯田選手3打席目ノーヒットで終わるわけにはいけないですからね、さすがに。相手はセレクションマルティネス、絶望、はい絶望なんだが、しかし、だがしかし、うわ入ってんの、マルティネスがでかく見えます、はい。オッケー、本当に頼む、オッケー、やばいやばい、いやマジか。さあ2回の裏やっていきたいと思います。こっちのピッチャーは福山選手です。オッケー、超重い球。いや福山選手ね、ボックス漁ったら A ランク2枚あったんですよ。ちょっと過去の俺ナイスって感じなんですけども、オッケー、新庄選手素晴らしいね。だからねこの福山選手突3までいけるんですよね、最高、本当にオーダー入ってくるかも。オッケー、トムさん、オッケー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 、ここはウィリアムスでしょう。ちょっとセンタージェフ頼む、マジでセンター飯田さんがちょっと暇してるんだよ、マジでセンターに出してくれ、センターに。オッケー、これセンターに飛ばないよね、引っ張ってくんねえかな、引っ張れ、オッケー、ナイスボール、頼む、センターセカンド、うん、セカンドにしか飛ばん。